マノッチです。チームヒロスへの逆襲やっていきましょう。いやみんな久しぶり、元気、取りだめ終わったよ久々だね。元気かいみんな、風邪ひいてないかい、暑さにやられてないかい、元気かい。はい、今日の動画なんだけども、監督プレイしようかなと思って、俺が取りだめ期間のコメントを、全部見させてもらったんですけど、シャープなんぼだったかな、ちょっと忘れたんだけど、最終年は監督プレーやってほしいなとか、そろそろ戦力揃ってきたから監督プレーもいいんじゃないかみたいなコメントいただいてて、んでやりてえなと思って、で今日監督プレーいきます。はい、コメント読んでいきましょう。とりあえず前々回のものをペタペタ貼って読んでいくね。投手で何人かもう1球種増やせばまた変わりそうな選手はいるかなと思いました。ストレート系のカウントはなし。俺これね、意図的に下げてたんだけど、やっぱりつけた方がいいのかな。あの最初つけた時その変化量1じゃない、邪魔になるかなと思ってたんだよね、なんか栄冠基準で。ただ成長させれる時間があるもんね、栄冠と違ってね。自分も似たようなこと20年回したことあるけど、最初の数年はドラフトで獲得するのは社会人、初年度の選手たちが衰える手前くらいで高校生大学生を取るとうまく世代交代できますよ。なるほどなるほど。俺基本的にあれだもんな、高校生、大学生ぐらいしか取らないもんね、社会人あんま取らないもんね。留学にお金かかるの知らないとは。知らんかったね。いや、常識的に考えてお金かかるんだけど、そこも全然計算に入れてなかったな俺な。引退する選手をコーチや監督に転身したら強い時もあるので見てみてください。あれだね、俺で言えば FA で、初年度とかに取ってた選手とかってことだよね。名前変えちゃうと愛着っていうか感情移入できにくいですね、あんな強いのにキャラクターの名前っていうのが。俺覚えれんデフォルトネームだと覚えれる気がしないから、多分これは変え続けるわ。今年の高校野球波乱がたくさん起きています。まのちさん高校野球見ますか？見ないですね、高校野球見ないな。俺が野球で見るの本当日本のプロ野球しか見ないかな。20代半ばが年いってる扱いはショック。しかもかな30後半の人にそれ言われるのか。俺だね、これさ、スポーツ選手の年齢っていくつから年いってるってイメージある？あの全然そこら辺の人だってあれだよ、20代半ばなんてもう若いと思うけど、スポーツ選手の20代半ばって俺も中堅クラスってイメージなんだよな、印象なんだよね。数字の縛り設けてるくせに適当すぎだし毎度忘れすぎいやほんとね、ほんと適当だよね、これはね本当に思う。もうそこはもうガバガバでいくから。なんかチーム作り下手、俺結構いけてっかなと思ってたんだけどさ、今久々だったからさ、やる前に見てみたのよメンツを。結構いいじゃんと思ったの、野手見た時に野手を見た時に、あ、ねえなと思ったわ。すごい少ないね、ちょっとここほんとなんかもうちょっとうまくやれてると思い込んでたわ。よし、行きますか、監督プレー久々だね、雑談しよう、もう喋りたくて喋りたくて。このアトキンソンってあれだよね、名前変えたやつだよね。あ、そうそう、呼び方がフィックになってる。アトキンソン行こう。 A ランクのやつでしょ。セカンドつけてまだヘタピなんだっけ。ヘタピか、まあいいんでないか。はい、これで日本、あ、少年、はい、よし行こう。あとペタペタは貼んなかったんですけども、コメント、試合中にちょっと喋っていこうかな、読んでいこうかなというか思ってて、ドラフトの競合した時の俺のくじ運は相当いいらしいですね。
なんか当たりやすくなってんのかなみたいなこと喋ってたんだけど。対するファイターズの先発は右のディズレー。あ、これ、この両今あれだね、あの子だね。万波君うるさい、よかったね。右のフィックマウンドに上がります。ファイターズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ頑張れ、A ランク。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは村松。ちょっとさ、能力というか見ない、向こうの。あ、そうだ、アップで入ってんだけど160キロ出んの、すごいね。すごいね。アップデなんだけど能力の反映はさせなかった。反映させたら多分ね、成長がキャンセルリセットされちゃうかなと思ったのさ。え、バーリーいいね。野村くんにいくつ？あ、まだ30なんだ。野村くんすごくない？パワー100いくの？いや、多分これ仮にさ、みんながプレイしてさ、奈良間くん育てようと思ってもさ、多分おそらくみんなパワー100にはならんよな、この選手は。なんか そういうタイプには見えないもんな。ちょっと魅力的。ていうか普通に強いね。はい、今季は3球目ブレイブー打ちました。みんな何してた、この5日間ぐらい。取りました。てかあれだ、応援曲ねえんだ、寂しいわ。バッターは2番佐竹。さあ4球目直球、はい、空振り三振。まあ俺はいろいろ遊んできた。バッターは3番。いや、あのね、壺八行ったのね。投げました、打ったい当たりだ、破ってった。すごい久々に行ったんだけどさ、あの俺が行った壺八がたまたまそうなのか。ごめん、壺八って全国にあるよね、菊川取った居酒屋ね。オーダーがさ、右のディズレー今スマホでやるんだね、ツバチって。で、まあ、できない人は多分その直接店員さんとかに言えばいいのかもしれない。セーフティーバントレベル5だって言ってみようぜ。できない人は直接言えばいいのかもだけど。バースト取った、村松取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。あ、今携帯なんだと思って。第2球。あとカラオケにも行ってきたんだけど、あのカラオケの招き猫もモバイルオーダーかい、モバイルオーダーっていうのかい、ああいうのって。いや、これさ、まあ俺はスマホを持ってるし、まあこれでオーダーしてくださいって言われたら、まあうん、どうやんだろうと思いながらパッとやって、まあ感覚的にできるけど、こう年配の方とかさ。あ、ごめん、間違えた。投げました。はい、バッターアウト。バッター頼れる助っ人ガード。スマホは持ってるけど全然扱えませんとか。あと、もう携帯すら持たない主義の人っているじゃない。そういう人とかって、マジどうすんだろうと思って。バッターは8番万波、第3球をストレート空振り三振。ピック3球で仕留めてみせました。いや、つぼ八のさ、チャーハンがめっちゃうまかったんだよな。ほら、ちょこちょこチャーハン作るんだけど、自分でね。まあ、その作るたびに味が違うんだけど、もうすごい雑だしね、本当に男の料理で作ってるからさ。いやー、欲しい。やっぱああいうお店で出るチャーハンだろ、美味しいな。さあ、ファンキーかと、頑張って。投球はこれから6球目。二刀流。どっかでファンキー出してえな。ナラーチ。原山ナイスバッティングです。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。やっぱあれだな、監督プレー、性に合ってんな。打ちました。あの、ずっと喋ってたよ、これ。アウト、スリーアウトチェンジ。一塁ラン、ファイターズ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターは、もう対左打者 F は確定か。投げた。打った、痛烈な当たり。そこがずれることはないのか。これでワンアウト、ランナーはありません。
打順は1番に帰って村松、はい、第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、空振り三振。まあ相変わらずあれですな、そのゲームバランス的には投高打低な感じがしますね。打ちました、いい当たり、センターへの打球取りました。次の企画はもう決まってる。3回の裏キロ数攻撃に入ります。まだ何にも取ってないし何の用意もしないからやるかどうかもわからんけども、一応やることは決めといた。投げました、打ちました、ピッチャー返し、バーチ読んでた、いいバッティングを見せました。服部君は走れないのか。いけねえかな、いけそうじゃん、はい、普通に走っていけそうな気する。第9、1塁ランナー出た、2塁送球はどうだ、盗塁成功、今シーズン初送りバントしよう。バントはねちゃんとね練習でつけといたから。バントしたピッチャーの左へ転がした、キャッチャー取って1塁送球、いいですな。ランナー3塁に進みました。広瀬なおもチャンスが続いています。さあここで勝負に出ました。いいぞ、おい久々に言った。第2球投げました、いいね、ライト交代、これはヒットになります。いいね、先制1対0、はい、そう球場狭いのかね、レイブンドームって。なおもチャンスが続きます。バッターは2番トバ、第1打席はライトフライに倒れています。第9投げました、初球から打ってったガーディタッチアップ無理か、取りました、3点。いや、いいですな、スピードスターですな、早いですな。広瀬なおもチャンスが続いています。右バッターボックスは3番ノイジー、低めボールだ、上受けた、広瀬さらに1点追加、2対0。では改めてバッターは4番、あーそうそうそう、あと6本としています。外のボール球だった、お土産コーナーみたいなところで日本全国のいろんなものが集まるお店みたいなのあるじゃない、そういうところでちょっとお土産を買ったんだけど、でその時に六甲山のチーズケーキっていうのを買って、もう300円だったの。ただまあ普通にワンホールあるような感じででかくて、で味もすごい美味しくて、まあ結構大満足なものだったんだけど、六甲山ってどこにあるの？なんか名前的にはさ、もう関西方面、なんか兵庫とか、なんかそっちなのかなっていうイメージなんだけど、どこにあるの？六甲山って。投げた、打ちました。あれ機会あれば食べてみて、みんな食べる機会あるのかわかんないけど、めっちゃ美味しかった。ファイターズセカンドランナー残塁。あとまあコメントの方が聞きますか。俺サイコロすげえ振り直すじゃん。ショートライナーに倒れています。あ、回線度いいじゃん。さあ回線度めっちゃ活躍してくれ。あ、これあれだね、エンタイトルとかありそうだね、そのうち。長峰いいバッティングを見せました。やばっ、バッターは指名打者。さあファンティカドア第5球投げた、変化球、はい、どうも空振り三振。バッターは7番ジュン、最初のバッターボックスはセカンドボールに倒れて、サイコロの出目に不満というよりはお金がっぽりで余裕ありすぎるのがなんかそのまあ不満を呼んでるんじゃないかみたいなコメントいただいて、あーどうしようかな、服部平次聖火で駆動、はい、さあここで監督はこれ新庄さんじゃないの、誰、第9投げた、打ちました、初球打ち、セネームのね GI ギっていう文字は見えたけど誰なんだ、あーいいね。右バッターボックスは中島、今日2度目のバッターボックス、ランナースタート、インコース、いいんじゃない中井君、これレフトへのフライダー、レフト帰れないかな、無理かな、中継バッターランナー一塁、原発決定二塁へ、無理だったかな、中島ツーベース、さあチャンスを広げました、打順はトップに帰って菊川、どっちします、第3球を投げた、流し打ち、野村ボールを取る、さあ間に合うかも、送球惜しい、スリーアウトチェンジ、4回までが順調ですな、5回の表これから、いや監督プレーな監督プレーな、やっぱ監督プレーだな、打った鈍いゴロ、トバイそのままベースを踏んでアウト、これでワンアウトランナーはありません。なんか番万波、これが本当にクソどうでもいい話できるじゃん、監督プレー投げました、打った、好きだな、ノイジ掴んだアウト、これでツーアウトランナーありません。バッターは9番桃井、第1打席はライトフライに倒れています。投げました、打った、痛烈な当たり、てかスタミナの減り思ったよりあるね、
アトキンソンね。今 C って書いてたっけ。ランナー1人を置いて迎えるバッターは村松。今日はレフトフライと。多分 C ないだろ。さあここで勝負に出ました。いいとこい。第4球を投げました。打った流し打ち抜いていった。なんかあれですな、そこそこバランスよく打ち合いができてる気がするな。第6球をランナースタートを切った。外のボール球打った右中間へ持っていきましたが取ってくれ。スリーアウトチェンジ。ちょっとあれですね、DH 外してファンキー出したいですな。いやまあちょっと話戻すけどさ、お金がっぽりでなんか余裕ありすぎて不満なんじゃないかって見て、コメント見て、いや確かにとは思ったね。んで動画撮る前外迷ってたんだ、お金がっぽりじゃ余裕できすぎるよなって。でそこでのサイコロだったのさ。お金には困りたくないけど何か縛り設けたいなみたいな、そこでのサイコロだったんだよね。実際にさ、あ待ってごめん、ピッチャー変えたい。ちょっと中途半端のところで今変える。ピッチャー交代、守備交代か、こうだな。はい、ごめん、リリーフ適正ついてねえ。リリーフ適正ついてなかったわ。じゃあしょうがないですね。伊勢君、宇田川君、モイネロ選手、あ花田勝出そうか、結構いい能力なんで、短期なだけで。そういえばモイネロ選手を FA で撮る動画をアップした日に、おやばい、短期発動するぞ。とりあえずあれだな、花田君には野村ツーベースヒットを放ちました。マウンドで靴を磨いてほしい。さあここで勝負に出ました。誰、ヤギ、ヤギ監督。投げた、初球を打ちました。セカンド正面、一塁送球アウト。広瀬なおもピンチが続きます。さあピンチが続く場面で迎えるバッターはガーディナー。今日は三振とセカンド三振。いい、ね、さあリプレイ。6回の表が6回の裏、キロス攻撃に入ります。いやーなんか誰か代打も出したいよな。ちょっと守備力落ちちゃうけどアルクイン出しますか。納豆見てん、納豆見る。はい、バッタースイッチヒッター竹林、通算500安打まであと3本としています。投げた、152キロ直球、空振り三振。竹林三球三振。第3球は低めボール球打った、ピッチャー返し。それは俺4のつく名前が思い浮かばなくて、もう4っていう適当な名前つけたけど、結構いただきましたね4の名字は。投げました、もう忘れちゃったけど。忘れちゃったけどね、結構いただいた。キロス、あ考えたぞ、これでいいじゃんね、これでいいじゃん。さあここは守備、試合は終盤7回に入ります。ピッチャー交代。覚醒した男奈良間、今日はフォアボールとファーストゴロ。はい、花田降板日マウンド。第5球、さあオールスターさ、あ現実のね、全然全部は見れてないんだけど、バッターは8番万波。今日はあれ良かったですね、クリ君とラオ。初球打った、ショートライナー真正面。最初投げた時にあっと思ったけど、第9投げました、よかったですな。あれな、ライト前に出る、竹林掴みました。ランナー一塁に戻ります。これで2アウト、ランナーは一塁変わりません。投げました、146キロ直球、空振り三振。ボール球で仕留めました。7回の裏、もうここまで来たら負ける気全然しねえよな。4、はい、バッター南国のスラッガー山根。はい、投球はこれから6球目。ラ
外角高め見逃し三振。バッターは9番中島、はい、さあ4球目。中井くんあれだな、目元似てるよな。打って出ます。7番ボールを掴んだ、ショートから一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。いやてかあれだな、相手チームの成長がすごいな。チェンジアップ、うちがすごく緩く見えるな。その差は何なんだろうな。あ、そのままセンターに。はい、ファイターズこの回は上位打線。じゃあ交代。先頭バッターは佐々木。伊勢降板。いやただここのさ、もう勝ちパターンのこの3人が打ちました。痛烈。打球はそのまま伸びていく。ライトバックしていった竹林。危ない。これでワンアウト、ランナーありません。実在する選手っていうのはね、ちょっとなーってなるよね。打ちましたピッチャー。オリジナルでいきたいじゃない。オリジナルっていうのかな、でっていう言い方でいいのかな。ナイスバッティングです。右バッターボックスには野村、通算に あ一発か。ここで勝負に出ます。打ちました。順取った、二塁送る、セカンドフォーサー。さすが魔術師だね。スリーアウトチェンジ。8回の表がキロス、この回は2番からの高打順、先頭バッターは戸張。じゃあでも代打、はい、バッターは関東の走り屋谷川。よしいけ。第3球を投げた、打ちました。ちなみに2つのは勝手についてる、俺は何もやってないわ。バッターは頼れるスケットノイジ、投げた、打ちました初球打ち。佐竹掴みました。いやーなんかホームラン見たいけどな、難しいかな。左バッターボックスは沢井、第6球を投げた、打った、掴んで、これで3アウトになります。キロス、ここですね、はい、さあここは守備を、さあいよいよ9回に入ります。一軍は全然いいんだけどね、やっぱ選手層が薄いな、野手陣人数が足りないよね。第4球を投げた、サークルチェンジ見逃し三振。バッター頼れる助っ人ガーディ、第5球投げました、打ちました、あっと引っ掛けた、打球はレフト浅いところ、沢井取りました。さあいよいよあと1人、バッターは覚醒した男。さあここで監督は勝負、ええじゃない。第9投げました、低めの奈良間くんトレードで取れねえかな。一塁送球アウト、試合終了です。広瀬開幕第1戦を白星スタートで飾りました。めっちゃ名前忙しいな、服部平次の平次がミドルネームみたいになってる。本当に今日は2人とも奈良間くんトレードいけねえかな、欲しいな。だショートに関してはあれだよな、全然もう、あ、ちょっと待って、奈良間くんっていくつ、あ、30か。いやそれでも欲しい、パワー100の魅力やばいね。いやもう守備も全然いけんじゃんね、セカンドサード。まあちょっとうちのね、回線がショート1本だから変えが効かないんだけど、変えたくないんだけど。初トレードじゃん。はい、確定、はい、あ、金銭もいけるんだ。いや、ていうかここは選手でしょ。無理かなこれあれなんだ、確率出ないんだ、いけるかどうかって。これ何、うん、君たちのは断るけど、うちからのやつちょっと頼むわ。はい、まあ多分無理だろうな。はい、終わりましょうか。明日は、オーペナ行きましょうかね。はい、終わり、さよなら。信じれない僕に君が
しょうか。